選手たちがピッチに入場してきます。先週から観客数の規制が緩和されて収容人数は 30% まで。今前半の始まるホイッスルです。45分が始まりました。山崎から丸山に戻して河合がサポートに入ります。このボール成瀬からマテウス、コントロールして左サイド阿部がいる。吉田がオーバーラップ、阿部が自分で行った、シュート決まった、先制。なんとなんと前半の2分、名古屋グランパス立ち上がり早々先制しました。攻守の切り替えのところですよね。あの長野選手が本当こう意識が高かった。でマテウスが持った時にワイドに開いた阿部が持った瞬間に吉田のこのオーバーラップをしたことによってね、ディフェンス、これは誰ですかね、エルシーニョですよね。エルシーニョがこうコースを切り、こう迷いましたよね、吉田が。そこでコースがこう空いたところを阿部のこう非常に素晴らしい。中谷がついていく。中村から西澤、そして中にはティーラシン。このボールは成瀬がかなり厳しくいきます。シュートを放ったのが西澤。非常にね、こう清水の方は、はい、その中で立田のこの長いパスで前線に当ててからのこう大久保がねキャッチするというのは非常に難しいと思うんですよね、そのセカンドボールっていうのも狙わなきゃいけないですね。マテウス直接いった、クロスバーに当たっています。大久保今触っていたでしょうか。非常に攻守、もうキック、マティスの質も良かったですよね。無回転で落ちてくるボール、無回転ですね。それにニア、ヘディング今山崎のヘディング、大久保が弾いたかどうか。合いましたけどもね、大久保いい反応しましたね。肩に攻撃的なところを意識するようにと指示を受けたそうです。そうですね、引退した内田がね、このボール前田飛び出した、前田1対1かわして前田が落ち着いて決めました。名古屋2点目、前半の25分。まあ前田のねここの飛び出しのタイミングっていうのは良かったですけども、山崎のこの体を使ったボールをね自分で確保したこと、そしてこのパスの質も良かったですよね。山崎ここですよね、寄せられてましたね、体をちゃんと預けてボールをしっかりと守って、反転して前田にパスしたところっていうのはもう非常に素晴らしいと。ボランチの間のバイタルエリアを使われてしまうという話をしていましたが、今日はその点どうでしょうか。今マテウスが抜け出します。右サイド、サイドをえぐる、ゴール前に前田と山崎、クロス入れる、前田落として山崎というイメージか。今ホイッスル、後半の45分が始まりました。カルリーニョスから河合、そしてヘナト・アウグストとつないで、まあ、今2本ともこう1枚目ですよ、 前線の選手一番前のところを狙ってフリック、阿部のボールそのままダイレクト、わずかにポストの右を越えていきました。阿部の左足、フリーの相馬を見ていた米本。マテウスのキック、中央ヘディング、丸山キャプテンの丸山が3点目を仕留めました。このボールの質っていうのはマテウスのボールの質っていいですよね。相手の頭を越えてきた丸山もしっかりとこうポジショニング変えながら、ちょっと後ろ気味に下がってのヘディングでしたけど、しっかりといいコースにあのヘディングできましたね。しっかりミートできました。体勢としてはちょっと難しい体勢、ルッセ光です。清水ユース所属の18歳、現在西登録しています。クロスを上げる、このボール太田が、このボールハワイのシュートになりました。ランゲラック左手で止めてみせました。鳴岡の突破のところから一つ形を作る、左サイドが西澤、立田へ、立田から西澤、フリーで受けて、中にはカルリーニョス、そのカルリーニョスヘディングシュート決まった。清水エスパルス1点を返しました。後半の43分、こうサイドからカルリーニョスのこのボックス内の動き出しのところですよね。
非常にこう駆け引きして裏を取って見えなくなったところからスプリントして入っていくと、うん、まあ、西澤の、ね、このボールも非常に良かったですよね。ドゥトランからこの上がるところキックのところから中で非常にこう駆け引きをしているんですよね。清水の時間帯が続いている。鈴木ドゥトラ、競り合い、鳴岡ヘディングでカルリーニョスの左足。いやー、丸山最後のところしっかりと足出しましたよね。ゴール前ヘナとカルリーニョスはゴールから少し離れています。ニアサイドスラして今タツタがスラして最後は後藤でした。こうデザインされたところですよね。しっかり前でそらしてこぼれたところ進入していくというね、まあ、ここで長い笛、試合終了。19節の名古屋グランパスと清水エスパルスの一戦、3対1で名古屋が清水を下しています。